右回りのヘッドマークを取り付けた運行当時のクルットバス。京阪森口市駅にてクルットバスは大阪府森口市でかつて運行されていた京阪バスのコミュニティバスである。当時のキャッチコピーは町と駅をクルット結ぶ本校ではクルットバスの前運用形態で運行の関連運行経路である運行経路番号角真根屋川29号経路。 クルッとバスの後継経路である、寝屋川30号経路についても記述する。なお、関連経路は全て一般路線である。路線名は、森口南部線である。クルッとバスについては、系統名は特に定められていない。なお、門間29号経路、寝屋川29号経路については、南地方東通り循環線である。 2009年10月30日をもって廃止された。29号経路については存続しているが、三那須神社前経由から東高町経由となり、一方向循環から両方向循環へと変更となった。同時に、小型車から中型、大型車の運用に変更され、管轄も寝屋川営業所へと移管された。森口市南部地区の路線は利用者の減少が、著しく、 京阪バスは、門前営業所管内のバス路線の再編成を2004年に実施した。路線再編成実施にあたっては、森口市や沿線住民からの提案や意見交換等を重ねて検討した結果、コミュニティバスを設定することとなった。検討や意見交換を重ねた結果、くるっとバスでは、従来の京阪バスの一般路線や、 コミュニティバスで実施していなかった工夫や試みを採用し実施した。新たな試みの主な内容をくるっとバス専用停留所に限り、停留所の標識を専用のものとし、合わせて専用停留所に掲出する時刻表の表記をシンプルのものとした。乗客のわかりやすさの観点から、経路表記を漢字の右回り、左回りとせず、右回り、左回りとした。 軽阪バスの定期路線としては初めてヘッドマークを採用し、くるっとバスで運行する際は側面と前面の一箇所に貼り付ける。ヘッドマークの色彩も右回りは緑、左回りは橙を使用して五条防止を図った、及び角間11号、19号経路運用時や改装時には形出しなかった。なお、左回りの場合は、 方向幕の LED 表示も反転表示となっていた。当時の角間29号経路のみ掲載する。くるっとバス、角間29号経路ともに一乗車大人220円、小に1 0円となっている。スルッと関西、京阪グループ共通バスカード、京阪バス1でチケットの利用が可能であった。上野バスの市場な手てし、コミュニティバスでの応援。現在は、 定期運用に入る場合もある。クルットバス専用の日のリエッセを3台配置し、2台仕様で1台予備となっていた。なお、3台ともジグソーパズルをデザインしたものであった。なお、車検や運用上のやりくりの関係上、逆にクルットバス側が過去に土曜、休日に市場なわてし、コミュニティバス専属車両をダイソーで使用したこともある。 2009年10月31日より3台中1台は市場縄手市、コミュニティバスの車両となった。残り2台は寝屋川営業所に転属しタウンクルの車両として運行されている。ありがとうございます。